こんにちは、ようこそ矢部美穂チャンネルへ。私はですね、今あるところへ向かっているんですが、なんとクルージングへ向かっております。バイトの女の子から誕生日プレゼントで、じゃん、クルージングチケットいただいちゃいました。プライベートで行くのは今回初です。しかもね、ランチしながらのクルージングなんです。わかる？わかる。今車止めたんですけど、どうやって行くんですか？シーフォードタワー合ってるかな。開かない、ここじゃなかったです。間違えました。道に迷ってしまいました。あのですね、全然ね、入り口がわからないんですけど、行っても行き止まりというか開いてない。あった、よー、よかった。時間もないんで。楽しみですか、クルージング初めて？いや、初めて。何回目？2回目。1回目は？1回目は相当昔。誰と？言えないよだってこれですね、ザ・クルージングクラブ東京。ちょっと今日日曜日だからお休み、郵便局も。お店が閉まっている。ここだ、めっちゃおしゃれ。ここですよ。ここね、ここでランチします。素敵よ。すいません、エヌちゃん、ありがとう。乾杯。ノンアルコールです。飲めない。おいしい。飲みましょう。大好きなパン。フランスパンした。おいしそう。絶対美味しいやつでしょ、これ。ヨーグルトがたっぷり。下がクッキーかな。見えてきましたよ。あれに乗るのね、今日は。すごいね。なんか仕事では乗ったことあるんですけど、なんかプライベートで乗ると気分が違いますよね。これに後で乗り込みます。45分間のクルージングです。久しぶりのクルージングはいかがですか？楽しみだな。天候もいいよね、今日ね、涼しくてね。レディークリスタルっていう名前のクルーザー、レディークリスタルです。出来がいいね。
か誰もいないから。え、でも中も素敵だよね。いや、まあでもソファー席の方がいいかな。え、ここにする？あ、ここにする？じゃあここにします。あ、ここいいね。これから出港です。進行。仕事の依頼が入ります。楽しい時間はあっという間なんですよ、皆さん。ね。三連六州クルージングいかがでしたか？クルージング、まあ海の散歩ですね。海の散歩ね。よかったです。楽しかったね。あっという間だったね、45分ね。今度はナイトクルージング。ナイトクルージング行きたいですね。夜の方、光を楽しみながら行きたいと思います。そして三連六州この後どこに行くんですか？それからゴルフのレッスンです。ゴルフのレッスンといえばどこですか？ゴーガです。ゴルフスタジオゴーガにレッツゴー。決まりました、はい。